AI ストリーミング革命です。ファブルスタジオがハリウッドを揺るがすような新しいプラットフォームを発表しました。はい、こちらの方のニュースなんですけど、ハリウッド、レポーターっていうサイトにあったニュースなんですけれども、ファブルスタジオって言いまして、まあ、そのファブルスタジオっていうところが AI 生成コンテンツを特徴とするストリーミングプラットフォームを計画しているみたいで、ハリウッドでの技術とエンターテインメントの未来に対する懸念が高まっているっていうニュースがちょっと出たみたいなんですね。まあ、こちらの方なんですけどね、エミー賞受賞歴のあるサンフランシスコのスタートアップ企業で、ファブルスタジオっていうところがありまして、そこがですね、先週木曜日に、同社が取り扱う番組のエピソードの脚本、音声、アニメーション化できるプラットフォーム、ショーランナーっていうやつを発表したっていうことなんですね。で、このショーランナーってやつなんですけれども、まあ、ユーザーがですね、入力した、まあ、プロンプトをもとに AI がですね、テレビエピソードを自動的に生成してくれるストリーミングプラットフォームなんですね。もうユーザーね、ほんとボタン一つでエピソードが生成できたりとかする。まあ、AI がですね、自動生成任せてしまう。っていうものみたいなんですね。で、ちょっと日本ではね、あまりね、馴染みはないんですけど、Vimeoっていう、まあ、クリエイター向けの動画共有サイトの方にですね、その広告みたいなのが載ってたんで、それちょっとね、見ていただこうかなという思います。はい、カミングスーンなんですよね。ショーランナーってやつですね。もうこれ結局、その高度な AI 技術を駆使してですね、脚本の作成からアニメーション、声の演技、で、エピソードの編集まで行えるっていうね。で、これも一応その生成 AI なんで学習してるんですけど、その大量のデータセットに基づいて訓練された AI なんですね。で、この、まあ、学習してるものもサウスパークって言って、まあ、日本にあまりね、馴染みがないんですけれども、アメリカのコメディ中心のね、ケーブルテレビのチャンネルがあるらしいんですね。で、そこの、まあ、コメディセントラルで放送されてる切り絵とか、ストップアニメーションとか、そういったものも学習してるみたいなんですね。で、まあ、このハーブルスタジオなんですけど、この AI、まあ、生成のコンテンツの導入はですね、まあ、エンターテインメント未来を起こしますよということで、一躍のムーブメントを巻き起こしているということで、まあ、プラットフォーム自体ですね、革新的なストリーミングのね、まあ、可能性を提供するということで、誰もがこういうのが作れるようになるよっていうことで、発表してるということみたいなんですけどね。はい、まあ、ここのね、CEO のエドワード・サーチさんという方が CEO なんですけど、この方がですね、AI は間違いなく、ザ・シンプソンズのよりも良いエピソードを制作できるはずっていうふうに言ってるんですね。いやー、ねえ、どうなんでしょうね。まあ、最初の方はちょっとね、まだまだ無理なのかなっていうところあるんですけど、まあ、これがね、5年後、10年後ってなると、本当にど素人の人でもこんなアニメが作れちゃうような感じになっちゃうとか、まあ、自分好みのエピソードを作って、その場で見せてくれるとかっていうものができちゃう時代が来るんすかね。ちょっと、面白いようでちょっと思わないですよね。みんなと共感できるようなものではなくて、自分が好む映像で出来上がったものの物語を見て楽しいって感じる。まあ、それはそれでありなんかな。皆さんどう思いますかね。まあ、ちなみにこのプラットフォームの無料テスト版なんですけど、順番待ちリストがあるみたいで、そこで登録できるみたいです。ご興味ある方いらっしゃったら、まあ、多分今年の年末まで続くんではないかっていうことの噂がそこのニュースには書いてましたんで、よかったら皆さんもアニメ作ってみたらいかがでしょうか。はい、6月の、1日ですね。はい、カワゴンがお届けしました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルですね、動画が良かったなというふうに思う方いらっしゃったら、ぜひいいね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ちなみにですね、チャンネル登録後ですね、こちらの方の登録済みっていうところを押して、すべてっていうふうに切り替えていただくと、新着の AI ニュースの方がお知らせが届くと思いますので、もしよかったらそちらの方もよろしくお願いします。次回もですね、最新 AI ニュースの方をお届けしようと思いますので、よろしくお願いいたします。ご意見とかね、ご質問等ありましたら、コメント欄にお気軽にお寄せください。ではどうもありがとうございました。またね。
Thank you.